おはようございます。ブロックです。いつもありがとうございます。さて本日はですね、いつものお店にやってまいりまして、実は昨日、近江ブラックの新台が解禁日ということで、大阪市内のお店に行ったんですが、まあ、惜しくも着席できず、で、いつものお店に移動してディスクアップ実践、そしてボコボコにされて、で、今月負けたくないということで、10日のお店に移動、そこでもボコボコにされて、の翌日でございます。はい。でですね、やっぱり昨日、近江ブラック打ちたかったんで、今日は、その近江ブラック絶対に座れるように朝から抽選に来ました私珍しく。はい。ところがですね、並んでる人数が10人ほどでして全然抽選込んでもいけたっていう話なんですけども、まあ、そんなわけで今日は近江ブラックの新台ですね、はい、これを打ってみたいと思います。個人的には相性がすごくいいと、あのクソアマとね、はい、まあ、そんなわけでですね、今日は近江ブラック4実践頑張りたいと思いますやったら抽選今度良かったって感じですけどね。はい、もうガラガラです。木のボロボロに咲いてますね。あ、まあ多分回って19ぐらいやからボーダーでしょうね、まあ、とりあえず打ってみます。そうっす。昨日打ったんですけど、ほんまもうおじいさんのしょんべんみたいなグラフですね。ほんまリセットされてないしね。いやちょっとね、リセットもかかってないし、これやばいんちゃうかなと思うんですけど、まあもうでも仕方ないんでね、これ以外ではないから、とりあえず頑張ります。おっす。やばい、マジでこれ今2000円で40回しか回ってないんですよ。これは当たったやろ。218ゲーム。いいね、見てくださいよこれ、小さな左曲がり。おっと、よしよしよし、15ゲーム。いいか小さな、今日はたっぷり回すんだぞ。アリシー、なんだまず10、誰も見たぞ。
頼むよ。誰だ誰だ誰だ、ストップ、ノノ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 ノ、オッケー。さあ誰だ誰だ、これは激アツ、もし恐れていきたいと思います。イエス、タカシュクリニック、これは綺麗やな。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。今やめたら勝ってんやけどね。イエーイ、今日は調子いいっすね、ペラポン。どないしたんや。レギュラーが嫌すぎてああなっちゃうんですよ。
ってほしい。たまには役に立ってくれ。うっとうしい。やっぱりあかんなお前は。やったのにね。あー今日も負けすんかな。今第二停止でした。スローアフロが。これはラッキーや。行くぞ。やるぞやるぞ。見ました。もうこれでまた全部飲まれるようなことあればもうやめます。もう今日はね、もう僕はそんな男です。そんな弱っちい人間です。これおいおい来ましたね。いい感じに来ました。ありがとうございます。青か青か、うん、レギュラーか。おっとありがとうございます。先は闇になってね。カモン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 。なんで。ずれたわざわざジョン言うたや。何やのそれ。どうだどうだ。
鼻の穴に免じてね、これ回しますけど多分ないで。おっと、まさかのまさかの落とし、来るのか来るのか来るのか、こうへんの。はい、皆さんの言いたいお気持ちはよーくわかります。だがしかしですね、私もう2週間で4000枚も消えてるんですよ。なので誰が何を言おうがもうこれでやめます。やめやめよ。いや、お疲れ様でした。しょうもない動画で申し訳ないです。ただですね、朝一いきなりあの海やったでしょ。もう正直ゴミみたいじゃないですか。そんな2500円であんた17回っておかしいやん。どう考えてもそらね、なんぼいつもの店やから言いましてもね、おじいちゃんおばあちゃんも打つんだからそら言いますよ。ちゃんとね、言うこと言わないと。あんなひどい、めちゃくちゃひどい調整やから、おばあちゃんたちマジで破産しますからね。ほんまにもうちょっとね、お客さんに楽しんでもらえるようにちょっとね、企業努力してほしいなと思いました。でまあ今一応いつもの店はもう終わったんですけど、やっぱりね、勝たないとマジでやばいんで、今からね撮影できるお店でディスクアップなんか売ってられへんから、正直今からの時間現在に3時前なんですけど、ちょっとでもチャンスあるって言ったらもう交換率高くて、まあパチンコ回る台しかもうか思いつかないんでね、自分には。なのでちょっとそこ行って、一応昨日帰りしなに無双と源さん明日頑張りますみたいなこと言ってはったんでね、店員さんが。なんでちょっとそこ行ってマジでちょっと勝ちに行かないと、今年に入ってもう2回目の負けになりますからね。今月負けちゃうともう稼働日数もないし、はい、まあそんなわけで、ちょっくら行ってもうサクッと逆転したいと思います。おっす、怖いからな、マジで。1回転目で当たりました。ありがとうございます。